明治23年の初夏、北陸一帯を巡業しております見世物師の中で滝の白糸と呼ばれる水芸の太夫があります。北陸第一の美人よ、並ぶものなき水芸師よと人も言い、また我も許しております。大変な人気でございました。ちょうど金沢の浅野川のほとりに小屋掛けをいたしました。近郷近在から集まった人々に大変な賑わいの中を呼び込みが、いらっしゃい、商売商売、商売の水芸、滝の白糸の第一だら、高い場がちょうどいいとこ、よっしゃい。おー、いらっしゃい、いらっしゃい、ただいまがちょうどいいとこだ、本芸はこれから、いらっしゃい、本芸はこれからだよ。男勝り、男嫌いで通っている、北陸第一の美人と言われた滝の白糸、その座長の白糸がどうしたわけか、3日ぐらい前から何か思い出しては含み笑い、太夫、何かいいことあったんじゃないですか。一人でもって思い出し笑いなんてのは罪ですよ。何もありゃしないよ。だがこれには少々訳がありまして、それはちょうど今から三日ばかり前のこと。伊豆国から高岡へ向かっている馬車の中、文明開化の馬車ができて人力より速いというのでみんなが乗りましたところ、後からやってきた人力士がこの馬車を追い越しちゃった。開化の力の馬車が負けたってんでお客さんが送り出しました。あらあらあら、人力車追い越しちゃったよ。おい、ほら、開化の力馬車ともあろうものが人力車ほどに負けて地獄とは思わんのか。ほら、やった、お前も男ならもっと負けん気を出したらどうじゃ。無知を当てんか。ほら、別途、向き合いき者が。馬に聞いてください。私が走ってるんじゃありません。無然としている別途の青年。ほら、もっと走れんかい。そこで白糸が、ねえ、若いしさ、これも行きがかりだと諦めてさ、お客さんたち喜ばしておあげなさいな。だが強情なこの青年は無然として返事もしません。あ、もしかしたらご祝儀が欲しいんじゃないかなと思って、白糸が思い切って奮発をしました。50銭どう、一つ奮発なさいな。いりません、高台じゃお前動きませんし、いただくわけもありません。何言ってやがんだい、わけもへちまもあるもんか。育児なしが馬車が車に負けるなんてさ、それでも文明開化の力なの。俺を追い抜きゃいいんでしょ。向かった下のか青年はやりやり道を打って、さあ今度はめちゃくちゃに走り出した。これさ、別当さんや、もし若い人じゃなんとひっくるかいようなことはなかろうかな。どう、わかりませんな、馬がけつまずけばそれまでです。おい、もうちょっとゆっくりはやらんかい。相当強情な青年である。めちゃくちゃに走り出して人力車を追い越したならよかったが、目的地へ着かないうちに肝心の馬車の方が壊れちまった。白糸はいい気味だと思いました。さすが強情の別当の青年もこれにはほどほど困ったようである。参ったな。どう、夕方までに鶴木につけましょうかね。貧乏やられちゃったんですよ。少し無茶をしたからな。いかん、参った、困ったな。ダメなの。そう、お気の毒ね。今度は酒代や哺乳賃じゃなおさら動きそうもないわね。
これが文明開化の利器ですものね。早いってから乗ったのに、驚いた文明開化の利器。夕方までに着けばいいんでしょう。青年は何を思ったのか、馬の鞍を下ろすと肌感まであります。姉さん、ちょっと降りてください。え、降りてください。姉さん、降りてください。何をするの？夕方までに剣をお届けするんですよ。さあ、何をするのよ。無理やに下ろすというと、そのまんま白糸を抱いて裸まで走り出した。ああ、おい、行っちゃったよ。俺たちはどぎゃんことになるんだよ。これいくら気が強いと言っても、そこは女。向こうへ着いた時はさすがに気を失っておりました。含み水をやろうと思ったが、人が見ているんで、乱暴にも顔の上から水をぶっかけて、で、彼女が気がつくと、安心をしたのか、この別当の青年はそのまんま高岡の方へ帰る。今まで会ったこともないようなこの青年の総理が、男嫌いの白糸の心に残りました。なんという人なの。はい、あの、みんなあの人のことを金さんと呼んでおりますんですよ。そう、金さんね。後に残されてあった一冊の本、別当には似つかわしからの難しい法律の本であります。で、これがそもそも含み笑いの原因である。あれから3日経った、もう一遍会ってみたい、そんな気持ちが平井の心を離しません。太夫、出番ですよ。どうしたんですか。あ、ごめんごめん、今行きます。ただいとうぞーい、お目通りに誓いましたるは友田の花形、滝の白糸太夫にござーい。いや、待ってました。大名人、滝の白糸べっぴん。北陸第一の美人というだけではなくて、白糸の水芸はまた見事なもの。おい、淀の川瀬の水物が、おい、水気たちまち立ち上がる常道成寺は羽根付きの水。いやいや、金沢らしい。いや、いやな、ここの命取りが。これより水は浮かれの水。おい、クライマックスになりまして、舞台一面の水しぶき、観客は興奮のうつぼ。いや、大名人滝の白糸。万来の拍手のうちに幕が下ります。年一回の浅野川のほとりの小屋掛け、猿芝居がある女軽業、山柄の芸と剣の刃渡り一人形、名所の覗きからくり電気手品、まあ、そうした中で白糸の人気がまた大変なものでありますが、だがしかし、やがて夜の帳が降り、まるで嘘のように人々の姿が消えて、夜が更けてくると初めて芸人たちの自分たちの自由な時間になるわけです。暑苦しい楽屋で根もやられず、
白糸はそっと河原へ出てまいりました。きれいな月の光を浴びて、いい月夜だ。寝るには惜しい晩だね。気持ちのいい川風が白糸の頬をなぜる。そしてあだっぽい白糸の襟足を照らす。聞こえるのは川の流れの音だけ。ああじれったい、重苦しい。二十四にもなって高島田に厚化粧でもあるまいにさ。ああでもここはいい気持ちだね。気持ちのいい川風に送られて、何気なく見上げる宇多津橋の橋の上、気持ちよさそうに眠っている一人の青年。誰だ、木戸番の心臓じゃないのか。なるほど、橋の上で寝れば涼しいね。心臓、風邪をひくよ。え、うん、いい気なもんだよ、ぐっすりと。風邪をひいても知らないよ。木戸番の心臓だとばっかり思っていたこの青年の横顔に、月の光が当たったとき、あら、忘れようとしても忘れることができないあの時の別当の金さん。まあ金さんだよ。白糸は夢ではないかと思った。会いたい見たいと思っていた白糸の気持ちが縁結びの神様に通じたのか、こんな真夜中、しかも二人きりで会えるなんざ。まるで娘のように頬あからめながらじっと見つめる金さんの横顔。金さん、うん、金さん、よく眠って、うんうん、金さんったら。あいだ、いた、痛いな。夜露は体に毒ですよ。え？ああ、毛布を着せてくだすったのはあなたですか。あんた、その後はごきげんよう。え？はて、どなたでしたかな。一向に存じませんが。あら、あたしよ。情なしだね、お前さんは。あたしは忘れやしないよ。ね、金さん。金さんがあたし忘れるなんてことがあるもんかね。ま、待ってくださいよ。僕が姉さん。お、はて、ほら、高岡から馬車に乗ったときに人力車とかけっくらをしてね、イスルギの手前からお前さんに抱かれて馬の相乗りをした女さ。ああ、あの時の姉さん。言われるまで思い出さないなんだ、あんまり不実すぎるよ。別に不実というわけじゃないが、毎日何十人という客の顔をいちいち覚えてなんて減られるもんじゃないからね。そう。でもね、けれど裸馬に相乗りをするお客なんてな、毎日ありゃすまい。そりゃそうさ、そんなことが毎日あってたまるもんかね。金さん、なんとなく金さんは不機嫌そう。ねえ、お前さんどうして金沢へおいでなすったの。君のためにあっちを浪人したんだよ。私のため？
ご冗談もんだよ、私のためだなんて。冗談なんかじゃない。そう、それで怒ってんの？ねえ、すいませんけどね、一服貸してくださいね。いいでしょ。勝手だな君は。何このキセル、ひどいキセル。タバコの味も何もありゃしない。こんなに詰まって。おやおや、ほらごらんな、武将だね。わかった、お前さんやもめだね。でもさ、その男前だったらね、色の一人や半分はあるんでしょ。バカな。おや、それじゃないの？なものはない。そう、本当にね。くどいな君は。あ、虫が入っちゃった。取ってちょうだい、虫が。どこ？背中、背中よ、もっともっと奥よ。え、あ、葉っぱじゃないか。金さん、ねえ、今おっしゃった浪人の話ってのを聞かせてくださいな。あの時にあんな乱暴やって人力車を追い越したのはよかったが、とうとうあの翌日会社から解雇されてしまったんだよ。そう、お気の毒に。いわば私のためだったのね。そしてお前さん、これからどうするつもり？どうするって、やっぱり食う算段さ。高岡にぶらついていたって始まらんからね。金沢には士官がいるから、別当の口でもと思って探しに来たんだよ。そう、そして口はありましたか？ありゃしないよ。あれば橋の上なんかで寝やしないさ。こんなことを申しちゃ生意気だけど、お前さん別当なんどなさるご人体じゃないわね。いや、私だって生まれからの別当じゃない。私は金沢の士族だが、3年前に親父に亡くなられて余儀なく学問を中途でよした。その上、一昨年は母親にも亡くなられて、全く天外の恋となって馬車会社へ住み込み御車となった。まことにお恥ずかしい次第さ。しかし私だってこのまんま馬方で果てる了見じゃない。目的も望みもあるんだけどね。まあ、ままにならないのが浮世の常だよ。そりゃ誰しも浮世ですもの。ままになんかなりゃしない。まあいいさ、浮世と諦めておくんだ。金さん、あの、お前さんのその望みってのは、何度その学問のことなんでしょう？ああ、法律という学問の修行さ。学問だったら金沢なんかよりもいっそのこと東京へおいでなさればいいのにね。東京？
そりゃあ行けりゃ行くさ。でもそこが浮世じゃないか。ママになんかなりゃしない。いいえ。じゃあお前さん、おいでなさいな、東京へさ。あの、腹を立てちゃいけませんよ。失礼だけどね、私が見ついてあげようじゃありませんか。あなたの学士ぐらいきっと。しかし縁もゆかりもない君にそんな縁、縁だなんて、縁というのも初めは他人、今ここで私の心を受けてくださればそれがつまりね、縁になるだろうじゃありませんか。お願い、私に見つがしてください。縁結びのお地蔵さんに心の中で手を合わせて、白糸は金さんを楽屋へ連れてまいりました。ねえ、いつまでも黙ってないで、御所だから見つがしてくださいよ。ね、あなたの学士ぐらいきっと送ってみせる。きっとね、お前さん立派な人になれますよ。それまで私はどんなことがあっても見させてもらいたいと思うのさ。ねえ金さん、しっかり勉強して早く立派な人になってくださいな。ね、姉さん、せっかくのお志、お言葉に甘えてご恩に預かります。私は村越金屋というものです。まあ嫌ですよ金さん、真面目くさってさ。私はね、水島とも24よ。あ、僕は25歳です。そう、まあそれじゃあ一つ違いね。ここにお金が30円あります。一日も早く東京を立ちなさい。ね、姉さん、村越金屋、この豪は終生忘却いたしません。他日私がいかなる地を得ても命にかけてきっと報います。どうかあなたの望みをおっしゃってください。私の望みって、私はただお前さんの望みが叶えさえすれば、うん、それで満足なの。いや、それはいけない、それはいけません。それはただ恩に対する我が身の義務というもので、決して恩人に対する義務じゃない。どうぞおっしゃってください。そう、それじゃあ言いましょうか。私ね、何も娘のように恥ずかしがることもない、おばあさんのくせにさ。あたしのね、望みってのはね、お前さんに可愛がってもらいたいのさ。姉さん、頬をあかなめながらやっと言った一言、命に変えてもきっと仕送りもしてみせると、村越金屋と、そして滝の白糸は初めて結ばれたのであります。女として初めての世を明かした翌朝、ちらちらと明けてくる黎明、思い出懐かしの歌津橋のそば、浅野川のほとりの小屋垣に朝が訪れる。朝もやの中に見える絵看板やのぼり、
金屋は初めてあの姉さんが今評判の水着の太夫滝の白糸であることを知りました。この人が滝の白糸だったのか。いや、いやよ、見てはいや、絵看板では死がない滝の白糸でもお前さんとこうして一緒にいるときは私は片木の水島友さん。やがて二人は相乗りの人力車に揺られて金沢の駅。お互いの気持ちと気持ちが溶け合って未来を待ち合った二人。一路金屋は東京へ向かっていきます。これが悲しい試練につながるとも知らず。村越金屋が滝の白糸の定義に感じまして東京へ留学しており、夢のように2年の歳月が流れ去りました。仕送りを続けてくれている白糸のためにも一日も早く学校を卒業し、そして任官をしなければならない。真面目な青年である村越金也は一生懸命勉学に励んでおります。幸いにしてある高等官の門前の一部屋を借り受けることができました。何くれとなく面倒を見てくれる親切なおばさんが一人おります。役所から帰ってきた主人。お帰りなさいまし。朝晩馬車に送られていく高等官の主人を見るたびに、なんとか自分も一日も早く任官をしなければならない。村越さん、お、ご覧なさい。ねえ、あなたも今にきっとお殿様のような偉い人になれますよ。あ、そうそう、姉さんからまたお金とお手紙が。あ、どうもありがとう。白糸からの頼りであります。そして何がしの金が入っている。本日この手紙とともに金子証書をお送り候の間お受け取りくだされたくその、白糸は今日も旅空にて金屋様のご成功を祈りおり候のと。人気のある白糸とはいえやはり浮き草感、決していい時ばかりではない。辛い時がある、苦しい時がある。だがどんな時にも白糸は今までの白糸ではない。もう少し我慢をすれば今にきっと金さんが帰ってくる。そうすれば私は片木の金さんのおかみさんになれる。そうした夢を描き苦労に負けず旅から旅をは尽業をしているのであります。空ほのざむく月の顔、あの思い出のしみじみと夜露に語る浮き草の心身心にいや増す思い。だが夏が過ぎ秋風が吹き、やがてそれが木枯らしの風に変わり山の頂に白いものが見える頃、夏物の水芸は大一座で行くわけにもいかず小一座にまとまります。芸人にとって本当につらい冬枯れ。そうした時に高利で金を貸している高利貸しの岩渕剛造という男がおりました。どうしたい、
これだけ。うん、なんだよ、これだけか。これじゃ利息だけでもって元金が一文も入らねえじゃねえか。え？でね、もうちょっと待っていくね、おか。どうにかしねえよ。金なんかありゃしないよ。何、次場所の直江津行きゃ、なんとかしますよ、ね。直江津？さあな。冬枯れへ向かって、夏物の水芸と合同じゃ、まあ、五難だろうよ。そんな縁起の悪いこと一個なしにしましょうぜ。姉さん、さくらんぼくんな。ダメよ。ダメ。これはね、あたしのいい人なんだからダメ。それよりさ、ほら、お前のいい人の心臓にうどんでも食べさせておもらい。まあ、嫌な姉さん。一座の花形、なでしこと、そして木戸番の心臓の中は、誰でも知っている恋仲。ようよう、いろんとこうどんでも食わしてやるやね。おい。猿芝居とも、今日でお別れ。長松さん、明日はどこへお行きだね。はい、大聖寺へ参じますんですよ。そう。まあ、せいぜいお当てなさいね。はい。ありがとうございます。姉さんもどうぞ。うん、水芸は夏のものだもの。年を越して春の雪解けまではダメですよ。いいえ、姉さんの人気だったら大丈夫でございますよ。やがて白いものが降り続き、冬が訪れる。芝居を打つことができず、一座の者は休みが続く、つまり戸屋。だがしかし、東京へは仕送りをしなければなりません。余裕のごとに集めてきた金子、久しぶりに便りを書く白井とか。私どもの興行は秋はようやく寂しく、冬は霜がれ、あれんべき時候の間、当期は全く座職の仕分にあり、心苦しくは将来とも、お約束の金子の半分だけお送り申し候のことに、白井戸が工面の金子とおぼしめされ、当座の間はこれにてご容赦下されたくする。やがて春とも相なり候らば、必ずこの埋め合わせはいたすべくする。ご懸念なく、ご勉学に努められたくする。そして最後には村越ともと。村越とも、その言葉が白糸を慰めます。いよいよのごとに集めてきた大事なその金を、何をするんだい。あ、お前さん、姉さん。なんだい、ふざけた真似をしてないよ。お前さんと私と仲持ちじゃないか。どうしようってんだい。姉さん、すまない、すまないよ。堪忍しておくれ、しないと。姉さん、訳を言ったところで、この霜枯れの冬のこと所詮貸してはもらえまいと思ったし、それに私は。当たり前だよ。何を言ってやがんだい。え、人が八方を稼ぎ回ってやっと工面をしたこのお金、そうぞお前の酒代にされてたまるもんかね。酒代、姉さん、酒代なんかじゃないんだよ。酒代盗むなんて、そんな浅ましい女に見られちゃったじゃ、私悲しいよ。おっかさんが、おっかさんが死にそうなんだよ。どうしよう、どうしようね、姉さん。東京にいるおっかさんの死人にも会いたい。
会いたいばっかしに私はもう、私はもういても立ってもいられなくなってんだよ。いっそのこと死にたい。ねえ、姉さん、殺しとくれ。おっかさんの死に目にも会えず、この上みなみに苦しめられて、生きてるくらいならいっそのこと。ご嬢だ、私殺しとくれよ。殺しておくれよ、姉さん。お黙り。何を言ってやがんだい。いくらね、泣いたってわめいたって、このお金、お前にやってたまるもんか。出てっとくれ。出て追い切ったら。いくら泣いてもわめいても、金屋のためには大事なお金、お前なんかにやってたまるものかと一度は突き放したものの、親の死に目に会えないと言って泣いているお銀の姿を見ると、その大事な金を思わず知らず投げ出してしまうような、そんな気性の嫌いとでありました。さあ持っておいき。姉さん、このお金私に。姉さん、すまない、すまないよ。私は一生に生きますよ。お前さん、私にとって本当に生き仏様だよ。ありがとうよ、姉さん。おだまりよ、おだてなおよし。命に関わることだから私はお金をあげたまでさ。さ、さっさと出てっておくれ。出て追い切ったら。そんな思いまでした。せっかく渡した金だが、お銀はその晩のうちに若い炭治郎という座員と一緒に駆け落ちをする。幕内とはいえ様々なことがあります。休みが続く、女房に逃げられて軟禁出場内の南が機嫌が悪い。みんなしょんぼりとしている中で、ただ若いなでしこと心臓の二人だけはいつも明るく、そして楽しそうである。楽しそうな二人、あたしだってもう少しの辛抱。心臓、周りに人がいるんだよ。すいません、どうも。恋の水毛洗い髪、島田高曲厚毛章、片絹小町色もかも、心身真にあの阿部姿。懐かしい思い出の歌つましのほとりが思い出される。もう少しの辛抱だ。とげた黒髪並木を走る、胸に抱かれた馬の上、なわて追い分け旅の空。いい女だな。ダメですよ、太夫は。何しろ東京の色男に色気としゃばっけが一緒になってね、丸に夢中なんすから。なーに、金づくで一度は。おっと、あれはダメですけどね。旦那、向こうのはどうです。若くてピチピチいたやつで。誰。なでしこですよ。お気に入りやしたか。ん、なでしこ。うん、かわいい女だな。大丈夫かい。あいつは死ぬ一座のものですから、きっと。じゃあ頼むで。やだ。やっと小屋が開きました。久しぶりの舞台で南京出場牛の南が張り切っております。さあさあ、南京出場牛とても難しいよ。うまくいったら拍手喝采。さあ、ワンツースリー。客の入りは少ない。だが今晩は金づくでもって若いなでしこを自分のものにできると思うと、
堀ヶ島の岩内剛蔵がじっと舞台をば見つめておりました。久しぶりに開いた小屋もこの入りでは、この小屋へ来ればいつもご難、牛と狐の鳴き別れもうコンコン。いやだねだ、悪い辻裏ですよ。こんな入りじゃあがきがつきませんよ本当に。ねえ、じゃあ太陽、ともかく私はあの柏崎行かなきゃならないから、これありったけの金ですからね、預けていきますから。さあ、どうかすかい、これ一座の虎の子ですからね、しっかり持ってっておくんなさい。じゃあ柏崎の頼むね、しっかり決めてきておくね。ええ、わかりました。じゃあ柏崎へ掛け合いに行ってきますから、あとはくれぐれもお願いいたします。ええ、じゃあ行ってまいります。じゃあ行ってみます。あ、いいとこ決めてくるからな。行ってらっしゃい。お疲れ様、お疲れ様。あ、姉さん、出番ですよ、出ですよ。はい、ただいま。あ、出だよ、はい。南京出馬牛の南が降りて代わりに白糸が登ったとき、待ちかねたように奈落から木戸番の心臓がなでしこを呼びました。本当かい？ねえ、岩渕のうち行くって本当なのかい、なでしこちゃん。親方がね、岩渕からお金もらったんで、それで私に行けって。そんなバカな、いくらなんだってひどすぎるよ。私だって嫌よ、そんなとこ行きたくない。だけどお金が、私こんな商売から早く足が洗いたいんだけど。俺だって、俺だってやだよ、いくらなんだってひどいよ、金のためなんて。今日金が欲しいな、金がありゃ何もなどしこじゃん。どうしよう。あ、いた、やっぱりここにあった。やい、野郎も現場見つけちゃったからな。かんだかさ、話さねえぞ。こんなところでまた合引きしてやって、ふてやろうな。お、おめえの座長のとこに連れて行ったから、こっち来い。お願いです。新さんが悪いんじゃないんです。待ってください。うるせえ。お願いです。親方、待ってください。うるせえ。いいから、こっち来い。さあ、てめえの座長のとこに連れてっちゃう。お願い。新さんが悪いんじゃない。うるせえ。おい、旦那、そっち逃がさないように一つ、押さえていってくださいあ。お願い。お願いです。話してください。新さんが。ああ、わかった、わかった、わかったよ。おい、静かにしないよ。お前、今晩。いや、嫌です。話して。どうしてくれるんだい。この若造がうちの大切な銭箱のよう、なでしこの種類ばっかし追っかけましたんで。おめんとこの一座のもんじゃねえか。んなこと言ったって若いもんだもの。仕方がないじゃない。だが、こんなごたごたがあって、その晩はなでしこは岩渕のところへ行かないで済んだ。まあ、しかし若い二人は決心をしました。何くれとなく面倒を見てくれる白糸姉さんには申し訳はないが、思い切って二人は駆け落ちをしようという。さあ、なでしこちゃん、早く今から行けば一番の汽車に間に合うよ。なるべく荷物は少なくしてね。白糸姉さんには申し訳ないけど、さあ早く行こう。お待ち。あ、姉さん、姉さん、駅なんか行ったらすぐ捕まっちまうよ。バカだね。さあ裏へお回り。え、裏へお回り。裏に小舟があるから。姉さん、
申し訳ございません。仕方がないよね。なでしこちゃん、このお金持っといて。さ、持っといてったら、お金なんて。姉さん、それはいけませんよ。それじゃあんまり妙利につきますよ。いつだって。何を言ってんだよ。仕事を見つけるまではやっぱり、お前さんだってお金の苦労。ね、持っておいき。肩になるお前たちの門出だもの。せめてこうでもしなけりゃ安心できないのが私の気性。因果さね。しないと姉さん、ご恩は一生忘れません。その代わり離れちゃいけないよね。いつまでも幸せに暮らしておくれ。若い二人を逃がしてやる。それはやがて自分と金さんとの幸せにつながると信じながら。いやいやいや、どうしたんだい、おめえ、なでしこはいねえじゃねえか。おめえがなでしこにまた出しゃばったまねしやがったんだろう。言ってもらえ、どうしたらいいんだい。知らないよ。何か証拠でもあるのかい。言いがかりをつけてないよ。だっててめんとこの心臓だっていねえじゃねえか。二人で駆け落ちをしやがって。お母ちゃん逃げられちゃうし、おめえなでしこがいなくなっちゃう。俺はこれからどう言ったらいいんだよ。おめえ商売も何もできやしねえや。太夫頼むよ、ね、この通りだよね。太夫、なでしこがいなくなっちゃう、旅に出るったって岩内の旦那から一文の金も出ねえしさ。頼む、ね、なんとかしてるよ、ね、しょうがないね。はい、持っていき。銭でやろう、おめえ、なんとか。いいかい、ねっきりはっきり、これっきり私の全部の心証だからね。まあそれで多めに見ておやりよ。ゼニゼン、俺は、なんてか、なんとって、しゃあもなくちゃ、どうの仕方がねえんで、38円60銭か。くるっぱっちかい。なでしこの身の代金にしちゃ、少しばかし足りねえけど、まあいいや、もらっとか。何言ってるんだよ。偉そうなことを言いだね。お前さん、まだ言い分が。あるのかい。言い分、ああ終わりだい。このたらずまいはいつか取ってみせるからな、覚えてやれ。ああよかった、せいせいしたね。いい功徳をしたよ。二人は一体どの辺まで行っただろう。先乗りから帰ってきたゴンジ、持っていたお金を全部使ってしまったというので。とろいたね、どう開けれたもんだよ。一人で置いといたら何してかすか分かったもんじゃね。みんな使っちゃったんですかい。だってせいせいするじゃないか。私は人助けをしたんだよ。太夫、柏崎の興行は売れませんよ。また戸屋ですね。売れない、本当か。ダメだったのかね。あ、東京から手紙。太夫、どうにかしなければ東京へ送る金どころか一座のものが仕上がっちゃいますからね。あれ以来仕送りをしていない。もう卒業が間近だというのに、有金は全部はたいてしまった。どうしよう。ねえ、金沢へ行こうよ。どこ行ったってこの冬枯れじゃ。でもさ、あそこは地元だもの。ご贔屓様だけでもなんとかなるだろう。
この冬枯れじゃダメですよ。金沢へ行く決心をして、この度の佐渡の興行もあしからず、近日中に金沢へ参る手配と相なり申しそうよ。その節はお約束の金子きっとお送り申し参らすつもりにてござそうのまま、しばらくの間お待ちくだされたくそうよ。相当に送金に困っている様子が分かった。やがて金屋からはどうか送金はしないでもいい、自分できっとやるという返事が来ました。かねてより事業料も滞納いたし候のため、今後の通学もおぼつかなく、そのため余儀なく労働をいたし、必ず初心を貫徹いたすべく覚悟にござ候の間、事後お仕送りの儀についてはご心労なきようくれぐれもと、なんということだ。どうしよう、仕送りをしないと。太夫、冗談じゃございませんで。東京を送る金おるか、いざの給料だって払っちゃいませんで。仕送りがない金屋は一体どうするだろう。さすがに白糸も身体極まってしまいました。太夫、ちょっと来てください。なんだい。ほら、あそこのね、前から皮膚見よう、7番目の旦那どうですか。あの男はね、輸入問屋の主でね、豪勢な物持ちだそうですよ。ね、だから。なんだい。だからどうだってんだ。あたしは、いや、そうじゃないんですよ。滝の白糸の頼みとあれは色気抜きでもって金を貸そうじゃねえかってこう言ってるんですよ。ね、太夫、一度だけ頼んでござんなさいよ。ね、いや、よくいらっしゃいましたね。いや、私はね、いつもね、あの客席の方からばっかり見ているんだけども、いやー、美しいね、本当に。やっぱり、太夫は大変な美人じゃ。ママ、ママ一服どうぞ。お金がお入り用だそうで、いくらでもご用立ていたしますよ。滝の白糸のためとあらば、いくらでも。全くこれは生き人形のようだな。いやー、本当にもう美しい。なんだね、そばでこうやって拝見をしていると、実にもう、ちょっとそこのところは、こういうように、こうしていただきたい。うちは、表の方でしてね、裏千家ではないんだけど、どのくらいご入り用で、30円でも50円、いや、100円でもよろしい。ねえ、魚心あれば水心。太夫、その代わり、分かっているでしょ。何をするんですよ。もうこれはきつい。冗談じゃござんせんよ。私は色気抜きでもってお金を拝借に上がったんですよ。そんなあなた、分かっているくせに。ねえ。何言ってんだい。滝の白糸とは甘く見ましたね。せっかくだけどこっちでお断りだよ。痛い。これはきつい。これはあれ、ちょっと乱暴者かな。乱暴者かな。何言ってやがんだい。滝の白さんね、芸は売っても体は売りはしませんよ。滝の白糸は芸は売っても体は売らないと単価を切ったものの、それから半月も経たないうちに、白糸はもうどうにも動きが取れなくなった。そして金沢へ来た。高利貸しの岩淵豪蔵の言いなりになるという約束のもとに、300円の金を手に入れたのであります。無造作に、300円の金を投げ出した
氷菓子の岩淵剛造は。やがて悪夢のような一時が過ぎ、血の出るような思いをして悠々のごとに手に入れた300円の金に、その帰り道ちょうど兼六公園のあたりまで来たときに、あっ何をするんだい。金を出しなよ。えお金なんかありゃしない。ところに300両あるわけだ。何するんだい。くれ。お話話したら、しゃ。襲いかかってきた五六人の男が、出刃包丁を突きつけて、無理やりに白糸を襲っていきます。慌て話せたら、あ、その金、その金よ、返しておくれよ。うるせえ。お願いだから返しとくれ。大事なお金なんだったら、返しておく。あ、当て身を食らってばったりと倒れます。やがて夜露の情けで白糸が気がついたと、いよいよ手に入れたあの大切な300円のお金がない。そしてそこに残されてあった一丁の出刃、それは南京出刃口の南がいつも舞台で使っている出刃だよ。しょう、あの300両惜しくはないが、金さんのためには大切なお金だ。この出刃は、それじゃ岩淵のやつめ、南と舐め合いで、私から岩淵の直書。あとは無我夢中、南京出刃口の南が残していった出刃包丁を手にして、再び岩淵剛造の宅へ。岩淵はどこだ。お金を返し。岩淵はどこだ。おう、帰ってきたか。筋書き通りだな。そろそろ戻る頃だと思った。お金を返し、南と慣れ合いで私から取ったお金を。出刃か。ゆすりだな。戻ってくるように筋書きはなっていた。何をする。さあもう一度可愛がってやるな。おい、しないと。何をするんだ、けだもの。おい、わあ、こしら。離せたら、ちくしょう。離せ。襲いかかろうとした、岩淵剛造の脇腹深く持った出刃が突き刺さった。辺り一面が血の海である。うめき声を上げて岩淵剛造はばったりと倒れ、あ、人を殺した、恐ろしい人殺しをしてしまった。どうしよう。呆然自若、鳩は無我夢中。ちょうど机の上にあった投げ足の金をつかむと、そのまんま白糸は夢中になった岩淵剛造の奥座敷から逃れました。恐ろしい殺人を犯した、捕まれば死刑、殺される前に
開いた、開いた、一目だけ金さんに会いた、金さんに。金屋の面影を選ぶ。白糸は金沢の駅。そして夜行列車に飛び乗り、一路東京へと向かったのであります。早くも関係の知るところになり、四方八方に刑事が届く。凶器の所有者、南京出馬内の南は逮捕いたしました。しかし事件はなかなか複雑だ。あれ以来三年の歳月が流れて、心がきだけを頼りに、ようようのことに東京までやってまいりました。白糸は村越金屋のうちを探します。おう、村越さんのうちですか。あのね、村越金屋さんはこのお屋敷の御門にいますよ。ええ、あのおばさんがいるから聞いてごらんなさい。すいません、ごめんください。はい、どなたでございます。あの村越さんは、は、村越さんはいらっしゃいましょうか。まあどうぞ中へお入りください。あの村越さんでございますか。まあまあ、外はお寒いから、どうぞ中へ。まあどうぞお当てなさいまし。あの村越さんはいらっしゃいますでしょうか。それが、あの今度お勤めになるお役所の上役の方と行き先もおっしゃらずにお出かけに。いない、いないんですか。いつ、いつお帰りになるか私には見当もつかないんでございますよ。村越さんはいらっしゃらないんですか。まあお召し物が大層汚れて。いい、いいんです。いよいよのことに駆けつけた、そこには村越金屋の姿はなかった。白糸は全身の力がぐったりと抜けて、いない、キリさんはいない。いよいよのことにこのお金を届けようと思って駆けつけたのに、あまりのことに言葉もなく、さあさあ、お当てなさいましな。せっかくでございましたね。すいません。お帰りになったらこのお金を村越さんにあげてください。さいですか。まあ、とにかくお預かりしておきますけどね。本当にせっかくでございましたね。いよいよのことに尋ねた。しかしそこには金屋の面影はない。だがわずかにこの部屋の中に金屋の面影が残っている。ここで、ここで金さんは勉強をして、ここが村越さんのお部屋なんです。はい、真面目な方でございますからね。
ここで村越さんはいつもお役所からご帰還になる殿様をご覧になっては、僕も早くあんなにならなくてはいけないって、それはもう一生懸命勉強なすってるんでございますよ。何でも村越さんには本当にいいお姉様がおいでだそうでしてね。お姉さんのこと、はい、いつもそのお姉様のことを思っては一生懸命勉強しておいででございますよ。そして早く偉くならなくては、自分のために学習をし送ってくれるお姉様に申し訳がないって、そりゃあもう口癖のようにおっしゃってましたよ。そうですか、村越さんか。でも今では村越さんも偉くおなりになったんですもの、さぞお姉様もお喜びでございます。本当にさようでございますとも、私はねいつも村越さんに言ってやるんですよ。村越さん、あんたがこんなに偉くなれたのはね、みんなお姉様の力なんですよってね。まあまあごゆっくりなさいましなね。あのお茶でも入れてまいりましょう。あれから三年の月日が流れた。もう自分のことなど忘れてしまったと思っていたこの部屋で、金夜は自分のことを思い浮かべながら毎日を過ごしていた。むしろ会えない方が幸せかもしれない。今の自分は昔の白糸ではない、恐ろしい殺人犯。会えない方が幸せかもしれない。白糸は一時の間の興奮に浸っているのであります。無事に卒業をし、そして任官をすることができた。そこには金屋の任官の辞令書が入っております。しかしその儚い夢も金沢から追ってきた刑事の姿によって書き消されていく。表へ出た途端に白糸は逮捕されたのであります。儚く散っていく流星のように、もう生きている望みはない、いっそのこと死んでしまおう、そう決意を固めた白糸はやがてごそごされていく列車の上から飛び降り自殺を図ったのであります。おい飛び降りだ、女だ、何、おい自殺だぞ。列車から飛び降り自殺を図った白糸だが、まだ天の神は彼女を召さなかった。奇跡的ではありますが、キリストを追わず、そしてまた誠に偶然ではありますが、その近くにささやかな蕎麦屋を開いている若夫、それが新蔵となでしこであったのです。本当に来ないんだな、うん、隠してはためにならんぞ。よし、家探しをする。早速刑事がやってまいりました。この辺一帯では他には身寄りはない。お前たちぐらいだ。必ず来るかもしらん。いいな。よし。今はいないかもしれないが、もし来たらすぐ警察に届けるように。いいか。この日は早じまいをしました。だが実は、白糸は心臓にかくまわれていたのであります。姉さん。姉さん。しっかりしてくださいよ。
こんなに痩せている。すまない、金さんに一目会いたいばっかり。面目ない私は義理も人情も忘れて。待って待ってください姉さん。どうするんですよ、表へ出ちゃ危ないね。私がいたんじゃ、お前たちにこの上迷惑がかかるばっかり。姉さん待ってください、気をつけて。姉さん気をつけてしっかりしてくださいよ。姉さんの恩を忘れるような犬畜生じゃありませんよ。明日は命に変えたってきっと姉さんをかくまってみせます。姉さん、落ち着いてください、気をしっかり持ってください。すまない、すまない。しみじみと人の情けが身にしみます。姉さん、姉さんの大好きなさくらんぼですよ。これでも食べて元気を出してください。心臓すまないね。おい開けろ、おい心臓、表開けんか。師匠来やがったな。おい開けろ、開けんか。警察のもんだ、貴様開けんと同罪になるぞ。うん、開け。誰が、かまん、かまんからぶち込んで。さあ開けろ。誰か裏口から逃げたぞ。待て、いや違う、これはおかみだ。この片り目、誰が開けるもんか。姉さん早く早く裏から早く逃げてください。しらいとあまりおかみに手数をかけるもんじゃない。白糸はついに逮捕されました。高利貸しの岩渕剛蔵殺しに水芸の太夫滝の白糸が捕まったというので、金沢の街中はもう大変な騒ぎである。白糸が捕まった、まあ、床屋でも風呂屋でもこの噂で持ちきりであります。でもね、南が取ったってのに白板の方が知らねえってのは少しおかしいね。ということはだ、つまりなんだな、滝の白板も少し癖ってことだよ。え、そうだろ。何を言うか。滝の白板は犯人ではない。どうに、誰が何と言おうとも犯人は南に違いがない。滝の白板は絶対に犯人ではないぞ。おい、みなみ、このデバをよく見ろ。これはお前のデバだろ。お前これ以上自分の犯行を否認し通せると思うのか。何もかも白状せい。どんな身に覚えのねえこと、泥の吐きようがありやねえよ。わしは本当にもう滝の白糸から金を強奪しただけだと言うんだな。それだけか。さようで、そしてこのデバを兼六公園の地盤に落として逃げたと言うんだな。さようで、おかしいじゃないか。そのデバがどうして岩渕剛蔵宅にあったんだ。さあ嘘を言うとためにならんぞ。もう本当なんでございますよ。白糸、もういい加減で白状をしてはどうだ。南はお前から金を取ったと言っとるんだ。お前が取られないというのは少しおかしいじゃん。
本当は取られたんじゃろ。ん、何かそこに訳があるんじゃろ。な、たとえ取られたと白状をしても、な、お前が岩渕を殺したとは本官は思ってはおらんぞ。その金は一体どういう金じゃ。ん、何か訳があるんじゃろ。もしお前が白状をすれば、あるいは方面になるかもしれん。どうじゃ、お前自由の身になりたくないか。あの方面に、これは血のついているお前の羽織、これに覚えがあるじゃろ。そしてこの出はね、お前は金を取られたな。金を取られたに相違あるまい。兼六公園の中で南に金を取られた。その金は一体どういう金だ。わけがあるんじゃろ。金を取られたに相違あるまい。いいえ、何もかも言いなさい。どういう金じゃ。その金は一体どうした。何とおっしゃっても取られた覚えはございません。事件は複雑であります。真の犯人は一体誰か。金沢の町中は大変な騒ぎになりました。どの道命はないものと諦めてはいるものの、一時だけでもこの罪をば言い逃れて、お仕置きを受ける前に一目だけ金さんに会いたい。さて、高利貸しの岩渕剛造殺しの公判が近づいた。東京から新任の検事代理が赴任をしてラスワンを振るうというので、大変なさ。なるほど、分かったような裁判だな。結局のところは、なんだ、南が殺したことによって事件は終結をするというわけだな。わからないよ。後半には東京から新任の検事代理が来てさ、ラスワンフローってからは大変なもんだ。凄腕だそうだ。何を言うか、バカ者め。新米の若造に何がわかる。ご存知なのは大岡越前の神様とこの俺だけだ。誰が何と言っても白板は犯人ではない。犯人は南である。南に違いがない。南でなければ盗難者はペイズでかじゃ。白板ではないぞ。何と言ったってご隠居が、いやいや、誰が何と言おうとも時の白板は絶対に犯人ではない。わしはそう。ご隠居様、もういい加減にお帰りになって、朝から8時間もお風呂に入って、いつ何時間入っていいよという線は同じだ。もうご飯でございますからお帰りになって。いや、白板は犯人ではない。町の中は大変な騒ぎでありました。冷たい獄舎につながれている白板の耳に聞き覚えのある声が。白板、こっちへ来てごらん。白糸、懐かしいあの声が呼んでいる。冷たい獄舎で見る夢。冬来たりなば春遠からず、いつの間にか川の流れもぬるみ、そして雪の間から新しい芽が顔を出す。幸せになった自分、愛らしい我が子までいる。あなた、あそこにも声が。おい、起きろ。おい、起きろ。夢から覚めて、そこは冷たい獄舎でありました。新任の検事大臣様が特に今すぐお前に会いたいとおっしゃってる。もういいだろ。
京から赴任をしてきた新任の検事代理、その人が今夢にまで見た愛しい人であろうとは知る由もありません。連れて参りました。27番連れ参りました。ご苦労。看守が去って彼女だけ。おかけなさい。聞き覚えのある声に白糸はハッとした。夢ではないかと思った。あの愛しい金魚の姿が自分の目の前に、立派な検事の姿で、それに引き換えて、なんという、自分は殺人犯。あまりの驚きに言葉もない。なんという運命の再会でありましょう。ただわなわなと体が震え、後から後から止めてもなく、熱い涙が頬を伝わっている。金屋もまた慰める言葉もなかった。いたずらに時が流れます。眠れますか。食べ物はどうです。何か不自由なものはありませんか。私がこんなに出世ができたのも、みんなあなたの親身も及ばぬお力添えのおかげです。ご立派ご仕官なすっておめでとう存じます。もういいんです。長い間ご苦労をかけました。さぞ虫のいいやつだとお恨みでしょう。もういいんです。お会いできたからもういいんです。ただ一目お会いしたいばっかし、息長らえて参りました。もういつ死んでもいいんです。知らんでください。あなたは現実様。私は罪人です。調べてください。調べてください。どうして恩人のあなたを調べるなんて、そんなことができるものですか。あとはただ涙、そして時が流れ、時間が参りましたが、連れて行くよ。なんという皮肉な運命の再会。この旅の高利貸し岩渕剛蔵殺しの、この事件、
あの時渡されたあの金、もしかしたらこの事件に関係があるのではと。身なりはね、あんまりよくありませんでしたけどね、器量のいい25、6の女の人でしたよ。あなたのことをいろいろ尋ねては泣いていましたけどね。あの時届けられたあの金が、もしもこの事件に関係があるとしたら、すべては自分のために犯した罪だ。どうして恩人を罪に陥れることができよう、自分こそ法廷に立つべきだ。意を決した村越金也は辞職願いをはしたためました。そして白糸に代わって大刑を組む法廷に立つ決心をしたのであります。再び白糸の獄舎を訪れた。あなたの罪じゃない、あなたが犯した罪は全く私のためだった。当然私が大刑を受くべきです。本人を罪に陥れるような、そんな残酷なことはできない。私が大刑を受けます。何をおっしゃるんです。あなたは死刑です。それで私は一体どうなるんです。お願いですから、もうそんなことは言わないでください。お願いです。あなたの出世のため命を投げ出した私だわ。もういつ死んでも本望なんです。立派に検事大臣のお仕事をしてください。しないとが一生の願いです。どうぞお上のお役目を立派に果たしてください。お願いです。私をかわいそうだと思ったら、せめてあなたのお力で死に花を咲かせてください。白糸、血を吐くような白糸の言葉に意を決した村越金也は、検事代理として立派に法廷に立とうと保存を固めたのであります。いよいよ注目の後半の詩、高利貸しの岩渕剛三殺害事件、真の犯人は一体誰か。特に今回は東京から新任の検事代理が赴任をして落案を振るうというので、また水芸の太夫滝の白糸が出廷をすると傍聴席は満員でありました。まず南京出馬口の南が出廷をしてまいります。それでは南京出馬口の南だな。うん。これはお前の職業用の所持品だそうだが、どうして使用をするものか。うん。へえ。私がいつも舞台で持っておりまして、こう持ち出して、えっ！ってな具合にこう打ちますのが、あっしの商売でございまして。へえ。
この出馬を兼六公園内の治安屋を落としたと申し立てているが、それが岩渕豪蔵宅の奥座敷にあった。お前はその事実を認めるか。いいえ、とんでもないことで存じません。わしの知ったこっちゃねえんでございまして。なる日わしが岩渕の旦那を殺しただなんて、もうそらあんまりでございまして、もうそんな人は悪人じゃございません。ただその滝の広いところから金を強奪したというんだな。殺した覚えはないというんだな。そんな大それたことをするような悪人ではございませんので、では至極善人でございますんで、さんてくれはどうぞ一つ。これ以上申し立てることはないか。はい、ございません。裁判長、本官は検事代として滝の白いとこと水島友に対して一応の尋問の許可を願いたいと思います。よろしい。では証人水島友。白糸が失定をして傍聴席は一段とざわめきました。並んでいる裁判官の中に金屋の姿を見える。水島友、強盗殺人事件について証人として尋問をする。正直に申し立てるように。偽りを申すな。良心に従い真実を述べる。何事も黙秘せずの、また何事も不可せざることを誓う。では村越検事代理。あ、水島とも、村越金屋が、いや本官が改めて尋問をする。何事も正直に申し立てるよ。立派な金屋の姿、白いとは嬉しかった。お前は全く金子を取られた覚えはないのか。偽りを申すな。たとえ偽りをもって一時免れるとも、天地の父もいつかは知れずにはおかんと。しかし知れるの知れるのと、そんなことは通常の人の言うことだ。お前も滝の白糸と言われた随分名題の芸人ではないか。それが仮初めにも偽りなどを申しては、その名に対して実に恥ずべきことだ。人は一代、名は末代だぞ。お前のような名代の芸人になれば随分と多数の地域もある。その地域が裁判所においてお前が偽りを申したそのために、罪のない者が罪に負わされた、そう聞いたなら、あ、白糸はあっぱれな心がけだと言って褒めるか、喜ぶか。もし本官がお前の贔屓であったなら、共感に愛想を尽かし、以来は見知れ合おうとも言葉もかけはせん。しかし長年の贔屓であってみれば、まず愛想を尽かす前に十分に勧告をして、死去千万な偽りの申し立てなどは命に代えてもさせんつもりだ。何もかも正直に申し述べるように、こんこんと説く金屋の言葉に。はい、実は取られました。ここにいるこの皆に取られたのに相違ございません。
ふるくらなせ、明日は至極善人でござい。静かにせ。しかと、さようか。すごい、ございません。何をお隠しいたしましょう。私には思う方がありまして、そのお方に、学士の仕送り、命にかけて誓いました。一年二年はとにもかく、身を厭わずに風に回って、幸い三段もつきましたが、三年のうちには八方塞がり、融通の道も途絶え、万策尽きて、死ぬ思いで氷菓子の岩虫の印刷品が、やっと得た三百円のお金、その命にも代えがたいお金を、岩虫と慣れ合いで、この南に出馬包丁も突きつけられて、無理やりに取られてしまいました。いっそ、死んでしまおうと覚悟はしたものでも、それではあのお方に義理が立たず、死ぬにも死ねない思いでした。私は南が忘れていった出馬包丁を片手に岩淵のうちへ、岩淵は野獣のようにまた私も苛まおうとしました。それも振り払おうとした途端謝って突き刺したのか、殺したのか。殺しました。その時テーブルの上にあったたくさんのお金、そのお金が欲しかったんです。どうしても欲しかったんです。それを取ったのか。取りました。何もかも申し述べて、嫌いとは全てを削除をし、やがて死刑の判決を受け、法廷で舌をば噛み切って相果てたのであります。金屋もまた二割が初めて相し、浅野川の川岸で白糸の後を追ってピストルによって自殺を遂げたのであります。ああ、その思い出の春の月は霊峰白山の雪を照らし、歌津教科の溶けて流れて紅の涙となりて散りて終わり、風の吹き雪ぞ降る夜の北陸に今なお残る語り草、貴殿竹の白糸の完結であります。